ではせっかくなんで、ミョンドン聖堂も見ていきましょうか。いやー、立派ですね。ミョンドン聖堂です。ミョンドン聖堂を横から見ます。こんな感じですね。これからクリスマスシーズンにかけては、また一層いい雰囲気になるんでしょうね。なんかこの教会の、なんだろうな、ちょっとこういう歴史を感じるような古い建物と、その背後の近代的なビル。このコントラストもソウルって感じですね。それではそろそろ、ミョンドン聖堂を離れて、次の場所に向かいたいと思います。さすがにお腹いっぱいですね。では続いてこちらのオリーブヤング行ってみましょう。オリーブヤングに入店です。なんか今年の2月に来た時とレイアウトがまるで変わってますね。なんか広くなったのかな？なんか2月に来た時はもっと棚がこう圧迫感があったというか、すごい並んでた気がします。オリーブヤングはこういった感じで2階建てですね。1階のやっぱりこの辺のフェイシャルマスクとかスキンケア、このあたりが主力商品なんですかね。めちゃくちゃ混み合ってるし、めちゃくちゃ商品があります。妻がマスクを爆買いしております。やっぱりフェイシャルマスクが今すごい人気なんですね。あと周りにいる客の7割9割日本人ですね。妻が次なる獲物を物色中です。それも言っちゃうのか。いけいけい。フェイシャルマスクたくさんありますけど、僕は全くわからないんですが、このメディヒールというブランドが、まあ韓国といえばということで人気なんだそうです。こっちのメディヒールの商品、このあたりが特に日本でも人気なんだそうです。妻曰く、この辺りはニキビケアとかもあるみたいです。今嫁が物色しているのは何でしょうか。なんか肌のやつですね。ここはスキンケアですかね。なんかこのセットというか化粧水がいいみたいです。では続いて2階も見てみたいと思います。2階はこんな感じですね。あっちの方にはメンズケアっていう商品もあります。オリーブヤングってこういう食品も売ってるんですね。前来た時こんなんあったっけな。このあたりはローカロリーのお菓子、おやつってことですよね。これ食べても、これは245キロカロリー。この美味しそうなチョコシナモンベーグルチップスは220。ダイエット食にいいですね。再び1階に戻ります。ではとりあえずこんなもんで会計をします。こんにちは。オリーブヤングでパックなどなど買いました。袋がブラックフライデーのやつで可愛いですね。ミョンドンはやっぱり人多いですね。平日でもこの賑わいです。あとやっぱ道がね結構狭いから、歩くときは注意しないとですね。それではこの後なんですが、お昼に食べようとしてあまりに激混みで諦めたミョンドン餃子をですね、
やっぱり食べたいなということで食べに行こうと思います。今日のおやつですね。ちょっと食べ過ぎですけど、やっぱり食べておきたいミョンドン餃子。いいんだ。2階をご案内されました。そこそこ混んでるけど大丈夫かな、入れたかな。今日の僕のおやつが届きました。どっちも美味しそうですね。ではこれを妻とシェアしていただきたいと思います。今日はちょっと食い倒れの日ですね。やっぱり美味しい。間違いないね。そこまでお腹空いてなくとも入っちゃうんだもんだって。美味しいよ、そりゃ。こっちももちろん美味しいんです。こっちはね、やっぱりこう優しいんですよね、味が。いやー、やっぱりミョンドン餃子とっても美味しかったです。ありがとうございました。さすがにお腹いっぱいで少し食べ過ぎなので、これから少し運動タイムに入ります。キョンボックンとか、あと近くにあるカンヤ村でしたっけ、そっちの方にちょっと行ってみようと思います。おー、すごい、結構飛ばすんですよね。では、ミョンドン駅から地下鉄に乗りたいと思います。チュンムロ駅で乗り換えです。チュンムロ駅で地下鉄3号線に乗り換えます。現在時刻は午後3時46分、キョンボックン駅に到着しました。それではここからキョンボックンに向かいたいと思います。キョンボックンはこの出口ですね、5番出口です。それでは向かいましょう。なんだかすごい幻想的というか、なんか工事中なのかな。ようやく地上に出てきました。韓国の地下鉄はね、本当にとにかく階段が多いのでいい運動になりますと思ったら、もう着きましたね、キョンボックンです。